聞こえます？音が。聞こえました。聞こえます？聞こえるな 聞こえた。何か設定が変わってましたね。こういうことありますね。失礼しました。こんばんは 大丈夫そうですか？ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。何が起こっていたのか、設定が変わってましたね。7月の10日、改めまして始めていきたいと思います。ありがとうございます。やりたいことと同じくらいにやりたくはないことも多くて、そんなギャップを埋める日々さ。 Anytime, anywhere、 大人になってもそれは変わらず、いやむしろもっとギャップは増えて、あの頃に戻りたいとつぶやく。 Anytime, anywhere、戻ったところでやるかといえば、きっとだらっとしてしまうんだろうな。君たちはどう？うまくやれてる？やりたいこと、やりたいことがなければそうだな。何でも端からやったらいいよ。経験が君を作っていくはずさ。 Anytime, anywhere、 It is now or never、考える前に動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、 難しがってたらもったいない。好きな人には好きと伝えよう。聞こえたら人数減るっていうね。勉強だって言え、部活だって、恋愛だって、遊ぶことだって、今しかないぜ、やるしかないぜ。 Anytime, anywhere、 大人になったらやりたくたって、できないことがどんどん増えて、やっておけばよかったなんて思いたくはないだろう。それでもなんだかやる気が起きない、そんな日もきっとあるはずだけど、だからってサボるのはなしにしようよ。もったいないよ。嫌なことだって我慢してやる、その練習だと思えばいいよ。ポジティブな考えが明日を作る。 Anytime, anywhere、 It is now or never、考える前に動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、 恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。そう、ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、 恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。 It is now or never、Anytime, anywhere、 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 Anytime, anywhere、
anytime anywhere。 ありがとうございます。 anytime anywhere という曲をお届けしました。ありがとうございます。改めましてこんばんは。7月の10日月曜日の夜、定期ツイキャスやってまいりたいと思います。聞こえてなくてすみませんでした。今日もちょっと遅めの時間からスタートしておりますが、まあやれるだけ様子を見ながらやっていきたいなと思っております。なんかね、うまくいかない時もありますね。設定の問題が急に変わったりとかする時もあるんですよね。なんかね、うまくカメラがね、接続これ始める前できなかったりとかね、何かしら起こったりするんですけど、いつも様子見ながらやってるんですが、今日暑くなかったですか？聞こえなくなることがしょっちゅうです。何なんでしょうね。機嫌ですかね。機嫌、暑いっすよね。暑いし、九州の方は雨がすごいみたいで、ちょっと災害級の感じになってるっぽいですけど、皆さんが住んでる地域はいかがでしょうか。あ、宮城も暑いですね。もうね、エアコンの部屋から出たくないですね。まあ、僕外出ないんでいいんですけど。相変わらず毎日自分の曲を振り返りながら YouTube ショートとインスタのリールの方に上げています。なんか新しい SNS が生まれましたね。スレッズ始めてる人も多いみたいで、まあとはいえ全然使いこなしてもおらず、どう使おうかも何も考えてないんですけど、見てもないし始めただけですけど、皆さんはどうですかね。令和元年に大水害があったので、他人事ではない。自然災害ね、本当に増えてますからね。まあ、東京にいてっていうのもありますけど、この地元山梨も水害みたいなのはほぼほぼすごい昔しかなかったと思うんですけど、地震がね、断層が集まってる場所なので、地震はもうずっと昔から大丈夫かどうかって起こるよって言われてますけどね。あと富士山ですね。噴火するかどうかみたいな、始めるかどうか迷ってます。まあ、始めるだけ始めてもいいんじゃないかなみたいな。見るか見ないかは別として。
懐かしい曲をいろいろ上げてるので、懐かしい曲もやっていきたいなとは思っております。そうですね、であれば覚えてるかどうかは別としてやってみるかな。覚えてるかな、やってみようかな。あ、動画見てました、ありがとうございます。いろいろとコメントもねいただきまして、昔夏に作った曲をやってみますかね。横で船を漕ぐ柔らかい午後の公園のベンチで、yeah、夢の中でも君に会える、隣で僕は魚になってる、君の横を僕は泳ぐ、もっと君のことを知りたいから、ああ君は海のように深く、全部を知るのは難しいかな、もっと僕がうまく深く君の知らないところまで潜れたならいいのに、夏の日差しよりも深く潜れないよ、臆病だったから、君を横目に空を仰ぐ、見たこともないくらい星が光ってるけど、君は星座も星の名前も知らない、知る必要のないこともあるんだよ、いつか僕ら二人が一人になるくらい深い深いところで繋がれたら、ああ夏の日差しの方を目指して泳ぎたいよ、不器用でいいから、ああ影が湧く色を変えて行くように、僕らも少しずつでいいから、変わっていけばいいんだよ、いつか僕ら二人が一人になるくらい深い深いところで繋がれたら、ああ夏の日差しの方を目指して、yeah、泳ぎたいよ、不器用でいいから。
夏魚しましたという曲をお届けしました。おそ松様でした。ありがとうございます。Cメロがコードが全然覚えてなかったですね。ここっすね。不器用でいいからかけが湧く色、少しずつでいいから変わってゆけばいいんだよですね。夏魚しましたという曲をお届けしました。こんな感じでちょっと全然歌ってなかった古い曲なんかも一生懸命思い出しながら、結構忘れてるんですけど、コードを残さないので僕はもうどうやって押さえてたか、記憶をたどったり昔の動画を掘り漁ったり、そんなことをしながら一生懸命思い出しながらやってますが、ちょっとカポじゃない、ピックが、よいしょ、時間も時間になってきてますが、ほぼほぼ歌えてないですけど。これも歌えるかな。また悪い癖が出たみたいだ、だってとかでもとかつぶやいて、更新を押してリプライをずっと待ってる、家に帰ってまずやることはそう、きっともっと他にあってこんなことじゃない、そう信じ込んで好きな音楽をリプレイしてる、口に出して言えばそういうことに、言葉はいつも現実味を帯びてく、輪をかけるようにのしかかってくるのは分かってるけど、疲れたな甘く溶けるジンジャーがそっと香ってくるラテ、風呂明かり月明かり湯冷めはしないよ、ドライヤーもしないでベッドに寝そべって声に出さずにまたつぶやいてる。高いな。間の悪い癖が出たみたいだ、だってとかでもとか言ってる場合じゃない、コーヒーを飲んで落ち着けて頭でリフレインしてる、やるべきことはそうメモを取って、周りの大人た
命の危険もとって輪をかけないように割り切ってしまうのも仕方ないけど、疲れたな甘く溶けるジンジャーがそっと香ってくるだって、昨日は昨日今日は今日、目覚めは悪くない、太陽はそっとカーテンに沿って声も出さずに僕を見ている。へこんでないでほら飲んで、嫌なことだって一緒にさ、お酒も悪くないけど一日に一杯でいい、香りを嗅ぐだけでほら優しくなれるからね。甘く溶けるジンジャーがそっと香ってくるラテ、風呂明かり月明かり湯冷めはしないよ、ドライヤーもしないでベッドに寝そべってタイムラインを僕は見ている。声に出さずにまたつぶやいてる。ありがとうございます。ジンジャーラテという曲をお届けしました。これもちょっと練習必要ですね覚えてる方ですけどね。というわけであと1分半になりましたので、コインもそぞろです。ジンジャーラテはね美味しいですよ。まあ、ジンジャーラテっていうかチャイが好きですね。そんな感じですね時間もないですし、コインもそぞろですので、今日のところはこれぐらいにしておきたいと思います。ふわふわしながら一生懸命昔の曲も思い出しながら届けられる歌を増やしていけたらなと思っております。暑いなっていう日が続いてて、あんまりこう体調とか気持ちも上がってこないんですけどまたこの時間があることによって、まあ少しでもこうやってみんなとつながることで僕は勇気と力をもらってます。そんな時間に少しでもなったらなと思いますので、夜のお供にありがとうございました。またみんなで1週間頑張っていきましょう。おやすみなさい。ありがとうございました